アスレチックスの藤浪晋太郎投手が本拠地のリリース戦0対2の7回から2番手で登板。先頭打者ハリソンの4球目には101.6マイル約 163.4 キロの直球を投げ込むなど空振り三振。操作はスイーパーでセンターフライ。マーシュも直球で空振り三振と完璧な内容だった。しかし5月22日マリナーズ戦以来となる替えまたぎとなった2度目パチに2塁打を許し、ターナーにレフト前で5試合ぶりの失点。次打者を歩かせ降板となった。1回3分の1、打者7人に2安打3奪三振、1四死球。藤浪の防御率は 10.65 とちょっぴり良くなった。2イニング目やめろや。1イニングはピシャリアン。すごい。防御率10点台キープ。8回に1失点するも、それ以外の回は失点しなかった。オープナーだけやらせとけ。昔は普通に完投とかしてたのにな。なんでまたいでしまうんや。そろそろ先発復帰を要求しそう。藤ガチャ楽しんでんな。